はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。以前からね思ってたんですけど、みんなでバトルやってたら波ない？波、めっちゃ勝つ波とめっちゃ負ける波あるよね。多分今の僕はその負ける波めっちゃ乗ってると思うんですよね。大波が来てる今、負ける大波が。だから近いうちにね、逆に勝つ大波が来ると思うんですよ。よし、オッケーで、このまま走っていく。オッケーと思ったけど、そっか、コイン条件があるのだ。あー待って、危ねえ。よし、これしゃがみジャンプしたらさ、踏まれる、なんていうの、踏まれる。あ、来た、カイさん来た。待ってくれカイさん、俺が待って、あくっそー。いやでもさっきも言ったけど、やっぱ波があると思うんですよ。で、僕大波がね近いうち来ると思うんですよ。いやマジで絶対来る。なんかこう人生もね波でできてると思います。辛い時期とかなんかね嬉しい時期とか、ちょっと みんなちょっと言い過ぎ。なんでいつも、なんで俺だけ。いやだから近いうちねめっちゃ勝つ波が来るまで、僕は辛抱強くね、このみんなでバトルをやっていきたいと思うんですよ。これ絶対上じゃない？これ上っぽくない？なんか今右上のあの土管っぽくない？そうちょっと待って、キノピコ待ってくれ、キノピコ邪魔しないで。オッケー、来たー。よし、でこのまま下に行く。そしたらみんな行ったのかな、もう。やべ、みんな行ってる、あの兄弟行ってる。待ってくれ兄弟、こっちもね妹を置き去りにしてきたんだ。こっちも妹をね置き去りにしてきたと思ったら、このブロックか、なるほど。でこのツタに登っても意味なかったのか。でこのまま上に行く。でこうジャンプ、お、一人ギブアップした。っていうことは上になんかやられる何かいるのかな。じゃあオッケー。ちょっとラグくない？なんか最近ちょっとラグくない、このマリオ。でそして左の方に行って、なるほど、ここで中間ポイントか。オッケー、ハイサイおじさん待ってくれ、ハイサイおじさん待ってくれ。よし、でこれは上に行こっか。なんか土管怪しいけど、やっぱりねあの土管怪しいと思ったんだ。多分なんかクリボーとか出てくると思ったんですよ。でこのままジャンプ、ハイサイおじさん強くね、ハイサイおじさん強くない、早っ。結構ねいいペースでいってると思うんですけど、なかなか追いつかないな。オッケー、そして次はどうしよう。え、これどうすればいいの、この間を走ってジャンプみたいな。オッケー、待ってマジであのハイサイおじさん強くない、見て、しかも今なんか土管渡った音したしさ、もうゴールみたいな感じでしょ。で、ハイサイおじさん多分待ってくれてる、絶対待ってくれてる、待ってくれてなかった。今日も負ける波だわ、もう最近負ける波が多すぎてもう溺れ死にそう。そろそろさ、勝つ波あってもよくない？なんか冷たいんだけど、スーパーマリオメーカー、なんか俺に対して最近めっちゃ冷たいんだけど。で、ジャンプ、嘘、今絶対のこの子踏めたと思った、ちょっとした神プできると思った。よし、じゃあまあいいや、もうこれでねゆっくりいけるってもんでしょ。みんなね、あのキノコとかないから、ほら見て、あのキノピコのようにみんな死んじゃうんだっていうか、このコースやばい、1の1っぽい、なんか簡単なコースじゃない、やばい、急いでいこうか。でこのまま走ってく、やばい、これ多分簡単なステージっぽい。ジャンプ、お、これなんだろう、これでも俺は右に行きますよ。そしてここの土管に入ると、ここゴールっぽいけど違うもんな。なんこれ、あ、ゴールと思った。マジでゴールと思った。いや、ここにゴールがあるのは知ってたけど、一瞬やったとか思ったし、いや絶対負けねえから、あなたたち S プラスと S プラスのなんかもうカンストしてるっていうか、もう赤い S プラス2人いたけど、ピオキングっていうなんか雑魚がいるみたいな思ってるでしょ。絶対負けねえから、マジで負けねえから、待って絶対負けねえ、絶対この S プラスたちには負けねえ、俺は勝ってみせる。待って、キノピコ、俺はお前たちに、あ、待って、ここ中間ポイント取っていこう。オッケー、これ勝ったらみんな拍手を送っておくれ。よし、今一番じゃない、
よし、オッケー。これはめちゃくちゃ熱い熱い、興奮してまいりました。ビオキング、オッケー。で、ジャンプ、落ち着いていこう、落ち着いていこう。よし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 、これでゴールではないけど、オッケー。このエスプラスたちに勝てるチャンスなんじゃないか。やったやった見て、プラス27、めっちゃ増えためっちゃ増えた。見てこれ、これスクショして、これやばくない？6000台たちのこのみんなに肩、見てこれ、みんな黄昏れてるよね。ピオキングっていう何もみたいな、あいつ S で4700ぐらいしかないけど負けたみたいな、これめっちゃ気持ちいい。まあ今日は勝ちまだ1回しかないけど、もうさっきの勝ちで俺の心はもうマジで満たされたマジでめっちゃ満たされたわ、さっきの勝ち。もうあそこのシーンだけみんなね、もうリプレイで見て、あのバトルのシーンだけさ、もうみんなもう見続けて、もうピオキングすげえ上手くねみたいな、 S プラスにもね全然勝ってるしみたいな。よし、ってこのまま走っていくけど、これはオンオフしなきゃいけないのね。なるほど、待って待って待って、もうそれもうみんな待って、もうやめて、危ない。よし、でこのまんまジャンプ、オッケー。そんな急がなくてもよくない？みんな仲良く行こうぜ。ドーラ見て、カメの甲羅とかさ。よし、あ、嘘、絶対あのルイージ許さねえ、絶対許さない。ちょっと待ってろよ、絶対やり返してやるわ。もう危ないからそういうので、このまま渡っていって、オッケーオッケー。待って待って、なになになに、え、なに、このキノピオ、なに。俺はね、ルイージをね追いかけたいんですよね。え、なんそれ、ちょっと待って、ちょっとあのルイージリベンジしたいんだけど、これでルイージ来ないかな。みんなわかる、この気持ち、わかるよね。ルイージの名前ちょっと見てないけど、アバターの見た目は覚えてるよ。くそルイージがいねえ、さっきのルイージがいねえ。このコースの見た目かわいいね。右のこれは雲をイメージしてるのかな、そしてこのドアのところは船をイメージしてるのかな。でジャンプ、オッケーオッケー。これ城は危ないな、結構敵とかやっぱ多く出てくるもんな。オッケー、そしてこのまま渡ってく、よし、オッケー。あえ、ジャンプしたけどラグ、ラグいせいでジャンプできなかったし、まあいいや、このまんま。え、ルイージそっちから行けるの？行けないのか。いや、間違ったんですよ、やめるって押そうとしたら続けるにしたんですよ。どうするこれどうするもこうするも、もうやるしかない。ここで勝てばラッキーだっていうことで、よーし、来た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 、よし。で、このまま落ちないようにしていく。ちょっと待ってくれ、このまま渡っていくけど、あ、あ、ちょっと待って、よし、なんかゴールっぽいな、なんかゴールっぽいけど、ちょっと待って待って待って、もう、よしよしよし、オッケー。あー、うそんうそん、これジャンプして渡っていこうか。で、これはで、ジャンプ、あー、ゴールっぽい。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。まあ1回しか勝てなかったけど、その1回のあの勝ちはめっちゃでかいと思うんですよね。まあ同じレートぐらいの人たちから勝ったらさ、まあまあよくあることだよね。でもあのランク帯に運コース感のない実力コースっぽいところで勝てたのはね、めっちゃ嬉しいよね。この頃負けが多すぎてちょっとね、へこみ気味だったけど、あのおかげでね、全部吹き飛びました。まだまだやっていけそうな気がします。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。